三道組みががし股す股は相手の動きを封じ込める武具及びほぐ。指差、しま股とも表記されるが、ひらがな、カタカナで書き表すこともある。U 字型の金具に2から3メートルの柄がついており、金具の部分で相手の首や腕などを壁や地面に押し付けて捉える。また先端金具の両端には折り返し部分がついており、 これを対象者の衣服の袖等に絡めて引き倒す際にも利用される。もともとは江戸時代に作られたもので暴れる犯罪者の動きを封じ込めるために取り物用として使われた。柄が長いためナイフのような小型の刃物や刀などを持った相手と距離を置いて安全に対応することができる。ただ構造や機能から飛び道具一般への対応は基本的にできない。 消防署の地図記号江戸時代には、犯罪者を捕獲する、取り物のための三道具のうちの一つとされ、筑房、袖絡みとともに、日本では古くより捕獲に使う道具として発展してきたため、三道具術なる、さすまた、筑房、袖楽を使う武芸の一種として発展した。和漢三才杖絵には、石人、門番が用いるものとしての記述が見られる。町引き師が、 家屋の破壊器具として使用していたこともあった。これは当時、炎症中の家屋を手早く引き倒して、防火帯とし、炎症を防止して消火していたためである。現在の消防署の地図記号はこのさすまたを図案化したものである。取り物用のものでは、対象が柄を掴んで逃れたりしないよう、柄の金具に近い部分には鋭く長い差しがあり、これを集団で用いて、 金具部分で叩いたり押さえ込んだりして、対象者の活動を停止させて捕獲した。サスまたを使う三道具術は、現在では古武術の一部流派を除きほとんど残っていないが、昨今では防犯用品として見直されつつある関係上、これを復興する動きも見られる。日本の警察で使用するジュラルミン製の盾とアルミ製のサスまた。このサスまたの柄は、 伸縮式で写真は柄を縮めた状態である。現代では柄が木製からアルミや強化プラスチック製になり、軽量化され、さらに取り回しが楽になったものが登場しており、警察でも使用されている。近年では付属池田小事件や、その他の不審者らによる学校侵入事件が相次いだ2002年以降、防犯グッズとして教育委員会や小学校、 中学校、高等学校が学校施設の防衛力強化に導入するところが増えており、また、金融機関も強盗の被害から防衛する意図で導入する動きも見られる。その他、民間警備会社所属の警備員も警備業法の改正により、サスマタの携帯及び使用が可能となった。サスマタだけでは静止力に欠けるため、同器具で対象者と距離を取った上で、 催涙スプレーやスタンガンなどにより相手の行動の自由を奪い捕獲するといった方法も見られる。さすまただけで対象者を制圧することは困難で技術を要するため対象者をひるませて撃退するかもしくは壁などに押さえつけて応援を待つために利用される。ただしこれらの行為は単独では対象者の腕力が取り押さえる側よりも強い場合に 帰り討ちに遭う危険も伴うため、複数人数で、同器具を複数用いて、集団で押さえ込む方法が進められる。江戸時代のさすまた術では、首や手足を押さえ込むようなものが多かったが、現用のさすまたでは、対象者の胴体を押さえ込むよう、先端部の金具が大型化している。訓練度の低い人が使う場合には胴体を押さえ込む、方が、手でガードされやすい首や、 動きの速い手足を狙うよりも、扱いやすく確実である。またこれら器具の扱いに際して、器具の製造、販売メーカーの担当者や、警察官などが主体となり、扱いを学校関係者や、金融機関従業員に教える講習会も、日本の全国各地で開催されている。さすまた、工事園第6版 P1128、P 歴史民族用語辞典、島田の校。 2020年6月7日閲覧。そもそも想定されていない。破壊消火。当時の建物は、ほとんどが木造建築であり、消防ポンプの能力が弱かったこともあり、放水より確実で迅速だった。東京消防庁の四谷消防署に併設されている消防博物館には、町引消しの使用していたさすまたの実物が展示されている。 25000分1地形図の読み方、使い方、消防署国土交通省国土地理院、地図記号の意味と由来、ありがとうございます。